新大陸を目指すため震える手で舵を取る。どうせできやしないって後ろ指をさされてて、大嵐に飲み込まれ真っ暗な海にさらわれる。進む時は調子なんてどうでもいいんだ。自分の声に耳を澄ます。数えきれない弱音を送る。掲げる人を見る。案外こんなもんかって少し笑った。